境内の一堂に安置される半丈六の如来座像。特徴的な造形技法を見ることができる貴重な作品です。草壁東町にある曹洞宗の寺院常楽寺、天正19年に創建されたと伝えられています。寺にはそれよりもはるかに時代を遡る一体の仏像が安置されています。木造如来座像、高さは 137.8 センチ、ヒノキで作られたと思われる寄せ木造りの仏像で、愛知県指定文化財です。作られたのは12世紀末頃と考えられています。稲沢市内には半丈六の大きさの如来座像が点在していますが、この像もその中の代表的な一体です。この像は一般的な如来像の特徴を備えた作品で、頭部に日経僧、螺髪、日経宗、白毫を表しています。首には参道を表しています。の上を扁担右肩にまとっています。右手はセムイン、左手は与願印を表しています。左足を外に結跏趺座しています。以前は体の表面に候補の七迫が施されていましたが、昭和49年に修理がなされ、現在は木地の状態になっています。この仏像は釈迦如来像と思われますが、尊名の伝来も明確でないため、釈迦や弥勒など特定の尊名をつけない形で文化財指定がなされています。参道の上の2本が2本ずつ表される点や、大きな波のそばにしのぎ立つ小さな波を沿わせる固有な絵文表現などもその特徴ですが、最も特徴的なのはこの像の目の表現です。仏像の目は直接目を彫り表す長眼や水晶製のレンズをはめる玉眼の表現がよく見られます。この像は像の内側から2種類の金属板を入れて目と瞳の部分を表現する技法が用いられ、非常に珍しい処理が施されています。この像には国分寺の仏像が洪水によって漂着したなど様々な逸材がありますが、寺に安置されるに至った経緯はよく分かっていません。仏の姿をどのように表現するか、人々はそれぞれの生きた時代や地域ごとに模索してきました。この像に見られる独特な目の表現もそのような中から生まれた一つの技法なのかもしれません。